こんにちは。ケンショウです。寒い。マジで寒い。はい、今日なんですけども、視聴者の方から小松水産さんのキリキリさんというお店に行ってみてほしいというコメントが来ていたので、早速行ってみたいと思いますと見せかけても来ています。昼まで一緒に続けたいと思います。すぐ混むという噂なので、早速オープニングをやめて中に入って食べていきたいと思います。寒いのでオープニング終わりです。それでは早速やっていきまーしょ。楽しみすぎて寒い。はい、お店の中入りました。僕らが頼んだのは毎日数量限定のキリキリ御膳と、海鮮二段丼、この2つを頼みました。なんかこのやつはすぐ売り切れちゃうらしいので、なんとか間に合ってよかったです。このキリキリさんは視聴者の方がここいいよっていうのをお勧めしてくれたので、早速今日来ています。もう注文も終わったので、とりあえず待っていこう。今日ためがちです。はい、料理が来ました。僕が頼んだのがキリキリ御膳と、トモさんが頼んだのは海鮮二段丼でした。はい、それでは早速いただきます。何から食べたらいいか分かんない。いただきます。サーモン真ん中のこの段。いや、突っ込んでほしいけど全然見てないから。何から食べてるのかな、これ写真で確認。うん、うまい。すごいよね、ボリューム。すごい。大丈夫、映ってる。あ、映ってます。検証さんの顔までしっかり入ってます。すごい。エビの天ぷら。美味しい。細かくこういろんな種類があるので、やっぱこう女性に好まれる。女の人って一つのやつがたくさんあるより細かくいろんな種類があった方がいいとしても、ダンシー絶賛ダンシー。楽しめるっていうのは全然いいですね。いいね。サラダのドレッシングうまっ。これ何これ、あれかな、なんだっけ、伊豆市、そう、伊豆市。うん、伊豆市だ。そうとしてどうなんすか。なんか、久しぶりに食べた、伊豆市自体。俺らぐらいのさ、30代ぐらいの年齢でさ、伊豆市好きな人いるのか。いや、好きな食べ物なんですか、伊豆市だねっていう人いるか。いや、知りですね。好んで食べる人はもちろんいるだろうけど、あんまり言わなそうだよ、イメージ。うまっ。このおかずが様々あった。これで1280円、やばくない。やばすぎだよ。新札幌から行くとちょっと来づらいですけど、うん、厚別駅から来ないと思います。そうだね、車あったらすぐだよね、厚別基準にしたら。交通費払ってでも安いみたいな。いや、ね、そうだよね。実際マジでこう、この満足度っていうか、店内あっという間に回す。本当だ。何くらいですか。うん。うん。ちなみにこのキリキリさんっていうのは、厚別でもすごく有名な小松水産っていう会社がね、やってるお店でます。お店。お店です。知らない人いないよね、小松水産さん。新札幌の旬とか
なんか浸透感があるし、あとあの地下の海鮮丼屋さんも、海鮮丼屋さんもそうだし、サンピアザの地下のさ、あ、海鮮売り場みたいな、あそこも鮮魚店もありますね、うん、小松水産さんでしょ、あつ別で手広くね、やってる会社です。うまい。そのベースで行ったらさ、あつ別区の変更しないところさ、この1年で成果できそうじゃない。いや、でも行けそうっすね。このペースで行ったら、もし知る限り全部行けたら、あつ別区内で行けたら、今年の年末にともちゃんと俺のベスト3発表し合う。ああ、いいですね。ね、うん、1回あるところでももう1回行きたいよね、うん、なんか2回目となるとさ、珍しいものも食べてみたいよね。確かに、店主さんで言ったら多分生姜焼きランキングとか、ラーメンだったらラーメンランキング、そうだね、批判じゃないですけど、うん、ラーメンランキングとかあるじゃないですか、厚別区の、うん、でもなんかいざそれ出してる人って多分絶対厚別区の人じゃないよね、そうだね、そういうのあるじゃないですか。アバー感出るな。生姜焼きランキングめっちゃいいね、うん、俺めっちゃ好きだからなんか自信あるな、うん、でも今んとこ動画として生姜焼き食べたもんさ、前回のグッチさんと結構前の中ちゃんさんみたいじゃん、行ったのに言ってなかったらめっちゃ失礼だよ。めっちゃ失礼。普通にプライベートでご飯行くから、ああ、分かんない、動画撮ったか分かんない、何回いつのプライベートだった撮影だとかわけわかんなくなる。俺個人的にさ、なんかすげえ嬉しいし、なんかいや可愛いなと思うのが、撮影とか何にもない時に、まあ撮影なければ基本的にトモさんと俺って会わないんですけど、トモさんから普通に昼間電話来て、どうしたの、いや普段電話なんか来ないからどうしたのって、いやお昼食べに行きたいなと思って、いやまたイチャイチャ動画って言われるし、可愛いなこいつの顔で、普通に撮影関係なく昼食べだからね今出すんですかそれ。いや今そう思った。天ぷらうますぎる。大葉の天ぷらめっちゃ好き。あ、わかります。うん、この間これやったでしょ。マジで意味なかった。遠いんすよ。そうだ。遠い。こんくらいでいいんだ。なんか、クラスがこんなにたくさんあったから、ご飯とちょうどよく食べようかなと思って、なんかご飯あんまりこう少なく食べてたらご飯が余った。調整ミスか。もうデザートしかないじゃない。あと味噌汁しかない。寿司とか、うん、寿司、海鮮丼、そばとか、うどんもある。すごいよ。リピートしたいですね。うん、ね、普通にお寿司も食べたいし、そういうところのそばとかうどんとかも、ね。コメントたくさんあったらもういただきます。ね、夏だからね、余裕で歩いてこれるけどね。何分ね、僕が歩くの嫌いなもんで。でも歩くの嫌いって言いながらさ、新札幌に奥やってるからさ、まあ長寿らってるよね。あつ別一生してるし。あつの旅。めっちゃ歩いてますか。めっちゃ歩いてる。距離感で言ったら、たまにさ、時間ある時とかにさ、過去のさ、本当に YouTube やり始めぐらいのさ、ダーツの旅とかさ、2人で撮ったやつ見るけどさ、なんかはずいよね。今とだってさ、俺らこんだけ仲良くなってさ、わーってやってるけどさ、始めた当初ってさ、探り探りお互いめっちゃ言葉選んでるの。でも距離感的には変わんないですけど、いやでもそうですね、動画回ってる以上、なんかこう頑張ってる感がね。 YouTube やって、このケンシロウチャンネルっていうのを、まあ、今600何人の人に知ってもらってるプラス、俺らの中も深まったから完全にそうそうそう、やってよかったよ。いや、ほんとっすね。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。それでは、外に行ってエンディングを撮りたいと。それでは外にてエンディングを撮りたいと思います。改めてごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
コスパ良すぎ、うん、本当に値段とボリュームがね、反比例反比例だよね。いや、合ってます、合ってます。ぜひ皆さんも来てほしいと思います。詳しい住所はね、こちらに載せておきますので、皆さんチェックの上、一度来てみてください。本当に席の予約がまずできないのと、12時半ぐらいなんですけど爆ゴミしてます。なので11時オープンなんで、早めに来ることをお勧めしますので、はい、皆さんぜひ一度来てみてください。よろしくお願いします。海鮮好きとしては最高のお店でした。また来たいと思います。この動画が良かったなと思いましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。寒いけど心は温かい。